生日のお祝い、日頃の感謝とともに伝えなければ。リサ姉は座ってて、パーティーの料理はアッコたちが作るから。リサにどうお祝いを伝えたらサプライズになるかしら。今井さんのお誕生日、大学でもみんなに祝われていました。今日はリサさんの誕生日、バイト先に行けば会えるかな。リサ先輩、ハピバです。いつでも羽岡に遊びに来てください。リサさん、ハピシャース。やだな、モカちゃん流のハピバですよ。リサちゃんハピバ。しっかり者のコツ、後でこっそり教えて。今日はリサさんの誕生日、羊毛フェルトで何か作って送ろうかな。今日はリサさんの誕生日、羊毛フェルトで何か作って送ろうかな。リサ先輩の誕生日、大学ならではの青春聞いてみたいな。リサさんに誕生日プレゼントを渡したら、すごく喜んでもらえたんだ。